ご町内の皆さん、お車でご通行中の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました日本共産党の岩渕綾子です。先ほどもお話がありましたように、3月の2日に宮城県でも民主党と共産党の政策協定が行われ、桜井充現職の参議院議員を日本共産党としてもありがとうございます、選挙区で推薦を行うことが決まりました。この間、戦争法の強行から半年、国民の皆さんが野党共闘してほしい、まとまって安倍政権と戦ってほしい、この声を上げ続け、野党五党の背中を押し続けてくださった結果です。今日皆さんに野党共闘実現のご報告ができること、本当に嬉しく思っています。私自身はこれまで参議院選挙の選挙区の候補者として活動してまいりましたが、これをもって選挙区での立候補を取り下げ、引き続きは比例代表選挙の予定候補として頑張る決意を行いました。選挙区では必ず国民の代表として桜井充さんを国会に送るために、私自身も全力で頑張る決意です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。日本共産党はこれまで国会の中でも外でも戦争法を廃止、しっかりと据えて運動、そして論戦に取り組んでまいりました。自衛隊が送られている南スーダンが今内戦状態にある、そういうところに今年の秋に送られる自衛隊が宮城県に基地を持つ東北方面隊だと言われている、あの大震災の時真っ先に被災地へ駆けつけ、被災者の救援活動に取り組んでくれた、そういう自衛隊の方々を被災地へ送っていいのか、被災地で暮らす私たちはこの声を上げていかなければならないと私自身も思ってきました。そういう自衛隊の方々、そして自衛隊のご家族の方々、こうした方々に本当に無責任な態度を取り続ける安倍政権、許すわけにはいきません。そして今行われている野党共闘、宮城県では6つの政策協定を結びました。一つは戦争法の廃止、集団的自衛権の閣議決定を撤回して立憲主義を取り戻していくこと、二つはアベノミクスによって広がった格差を是正していくこと、三つ目は原発の再稼働を許さず再生可能エネルギー推進していく、原発の依存する社会から脱却をしていくこと、四つ目が不公平税制の抜本是正です。5つ目が米軍の新基地、辺野古への新基地建設反対、6つ目が安倍政権の打倒です。これら一つ一つ協定の中身を見ても、これまで国民の皆さんが上げてきた声を上げてきた願いだったのではないでしょうか。日本共産党宮城県委員会としてはこの6つの協定、さらに充実したものにしていきたいと思っています。TPP の問題、そして消費税も 10% への増税を中止にする、このことも協定に盛り込んでいきたいということで提案をさせてもらっています。こうした国民の声に応える協定を結んで、桜井充さんを統一候補として押し上げることに決めた。これが野合であるはずがありません。野合と批判する人たちには国民の声が聞こえず、国民の姿も目に映っていない、こういうことなのではないでしょうか。安倍暴走政治、そしてその安倍政権を支える補完勢力をこのまま国会で多数を占め、そんなわけにはいきません。今度の選挙、日本共産党は国民連合政府、そして野党共闘を真っ先に呼びかけた政党として、そしてあの侵略戦争の時代に命がけで
反戦平和を貫いてきたこの歴史を持つ政党として、そして天皇が主権の時代に国民にこそ主権があると訴え抜いてきた、そういう政党として今度の選挙で負けるわけにはいきません。どうか皆さんの大きなお力添えを日本共産党に賜りますように心からお願いを申し上げます。そしてここ宮城選挙区では国民共闘、野党共闘の代表として桜井満参議院議員を必ず国会へ送るために日本共産党全力を挙げて頑張る決意も申し上げて、この場所での訴えを終わらせていただきます。ご清聴ご協力ありがとうございました。